ジョンシーバトラー級護衛駆逐艦は第二次世界大戦機構範囲をアメリカ海軍が建造運用していた護衛駆逐艦の艦級、基本的にウェスティングハウスエレクトリック車製のギアードタービンを採用していることから WGT 型とも通称される。アメリカ海軍は第二次世界大戦機においては本級を含めて6艦級の護衛駆逐艦を整備していたが、これは 主として主機関として予定されていた蒸気タービン方式で不可欠な歯車減速機の生産能力が限定的であったために機関を統一できなかったことに起因する。本級はこれら6艦級の中で唯一蒸気タービン主機を搭載しており、すなわち本級に至ってアメリカ海軍が当初計画していたオリジナルの護衛駆逐艦が実現されたことになる。設計は基本的に先行する。 ラッテロー 95A 駆逐艦の指揮官を蒸気タービン方式に変更したものとなっており、環境も一層低められたままである。シュボイラーはバックレイ級と同形式でバブコックウィルコックス精ないし、コンバッションエンジニアリング射精、蒸気正常は圧力 30.6kgf、平方センチメートル、温度摂種399度であった。 手記は一段減速のギアードタービンで大部分の間はウェスティングハウスエレクトリック車製のものを搭載しており、このために本級は WGT 型と通称されるが一部の間はゼネラルエレクトリック車製のものを搭載している。これらは高低圧タービンの二度構成である。装備面では先行するラッテロー 95A 駆逐艦のものが概ね踏襲されており、手法も 従来の護衛駆逐艦が50口径 7.6cm 砲3門を露天式の単装砲座として装備していたのに対し、より大口径で、耐火力の38口径 12.7cm 砲2門を砲立付きの単装砲刀と組み合わせて、干渉、完備看板に1気ずつ装備した。これは、護衛駆逐艦が従来は、先段護衛に投入されていたのに対し、 戦況の推移と戦力の充実を受けて、対戦争当軍に編入されて、構成的に運用されたり、また、水陸両用作戦支援などで、艦砲射撃が必要になる状況に対応するための、ものである。広角基銃としては、環境直前の上部構造物上と、後部上部構造物後端に4 0ト、mm、ル連装基重を一基ずつ、備えていた。射撃式装置としては、主砲をイバンが、 環境上に、また副砲違反が後部機銃座の直前に設置されており、当初はいずれもマーク51が用いられたが、手砲違反については、後に即居レーダーを備えたマーク52や、より本格的な射撃式レーダーを備えたマーク63などに換装されたケースも多かった。対戦兵器としては、回収後の GMT 型と同様、ごパンに、 片言式爆雷投射機を片言4機ずつの計8機。完備に爆雷投下機場2畳を設置したほか、監視官班の5インチ砲の直後にヘッジホックマーク10対戦迫撃砲が装備された。これは、旋回機構を持たない最初期の対戦前投げ兵器であるが非常に優れた対戦火力であった。対艦兵器としては、戦団護衛時に敵の仮想巡洋艦など、 通称破壊艦と交戦する場合を想定して、三連装長魚雷発射艦を、船体中部の上部構造物上に搭載した。しかし実運用上、雷撃の機会が乏しかった一方、航空機の性能向上に伴い防空強化の必要が大きくなっていたことから、戦争後期には魚雷発射艦を撤去し、その両側に 40mm 単装機銃を2機ずつ。 搭載する回収がなされた艦が多かった。ただし、1944年10月25日のサマール沖海戦において、本級に属するサミュエル・ B ・ロバーツ及び姉妹艦3隻は、栗田武雄中将を率いる日本の中央艦隊に対して来撃を実施しており、護衛駆逐艦による来撃の唯一の例と考えられている。護衛駆逐艦としては、 最多の二百九十三席が発注されたが、対戦状況の推移や、対戦終結により八十三席のみが竣工し四席が建造中止に二百六席が発注キャンセルされた。登場が対戦中期以降であったために、活躍の機会はあまりなかったが、太平洋戦線及び大西洋戦線で戦護衛や策敵紹介の任務につき、対戦後期にはパナマ運河を経て、 順次大西洋から太平洋へ開港され、対日作戦に従事した。また、2隻は、レーダーピケット艦として完成した。でマイナス407シェルトンでマイナス413、サミュエル B ロバーツ74隻ほか、ありがとうございます。